皆さんおはようございます。神田のワインです。今日はですね6月27日の日曜日になります。もうマルシェは終わってしまったんですけど、マルシェ前の収穫の様子を動画にしてみました。これねズッキーニがでかすくなりすぎてちょっと規格外のズッキーニになってしまいましたね。はい、それでは動画始まります。よろしくお願いします。はい、こんにちは、神田農園です。今日5月の25日金曜日です。明日はいよいよ、マルシェの日がやってきます。今日はですね、仕事帰りに寄って野菜を収穫したいと思います。で、ですね、早速見てほしいんですけど、ものすごい野菜がありまして、ちょっと見てもらいましょうか。はい、早速こちらのズッキーニです。めちゃめちゃでかい。でっか。やばこれ。これめちゃめちゃやばいね。相当でかい。こう逆に売れるんかな、本当。これ見てください、これでっか。ちょっとやばいね。こっちにもう3本ある、全部で。こっちのでっかい、これもでっかいんですけど、それ以上にでかいんで、やばいね。じゃあまず収穫前にちょっとちらっと見ていきましょうか。これモロッコインゲンなんですけど、モロッコインゲンも今日初収穫できそうですね。どっかないかな、見やすいところ。あ、ここありますね。あ、これちょっと違う、ちょっとちっちゃいか。お、ちょっといろいろ見て回りますけど、かぼちゃも雪化粧かぼちゃ大きくなってます。で、モロッコインゲンもいい形、これいい感じですね。これがモロッコ、あら、これがモロッコインゲンですね。もうちょっと扁平で平べったい大きい感じのインゲン豆なんですけど、ちょっとこれは細めの品種なんかな。これも品種収穫して明日は出したいと思います。次は何があるかな、これですね。はい、これとんがりキャベツです。うわ、いい感じ、しっかり巻いて大きくなりましたね。これは今回初めてですね、初めて出荷するキャベツになります。で、ビーツ、ちょっと待ってよ。ズッキーニ、インゲン、キャベツ、トマトはちょっと保留で、これインゲン豆もう一種類でしょ、でっか。あれ今のところ4種類。あ、でこちらが夏、8月中旬ぐらいから後半かけての直売所ガンガン出していくようなオクラになります。まあ、これはねまだまだです。これがね先週ちょっと取るの我慢したんで、だいぶ大きくなってます。じゃじゃーん、ドン、でかい。でかいけど、これあの丸オクラで、あの島オクラみたいなやつで、こんだけ大きくなっても柔らかいんでですね、相当ありますよ。ここだけでも、ここもある、向こうもある、向こうある、ここだけで軽く15本ぐらいありますね。明日結構いい感じですね。ちょっとね一時は出せるもんがないと思ってちょっと焦りましたけど、なんとかいけそうですね。あー、よかったよかった。はい、ちょっと収穫が遅れまして、2号地の収穫今終わって1号地行きました。はい、今から大根を4種類収穫していきます。このキャベツも取れたら行こうかな。はい、こちら1号地の自然農用の自然農法で育てているキャベツになります。自然農の方がなんか知らんけど虫ついてないんですよ。これ今雑草をね、うねまに引いてないんですけど、
こっちの方が綺麗なんですよね。多少虫食いあるんですけど、全然綺麗。中の、ここの中の方ですね。これやっぱ自然のってやっぱすごいんですね。びっくりしました。ちょっと大根がこの前食べた時辛かったんで、ちょっと食べてみます。辛くはない。うん。あの多少辛いか。こんなもんかな、でも。硬い気がする。あ、こんなもんかな。うん。うん、美味しいよ。生大根やないっけ、辛い、こんなもんだから。うん。さっきのあれよりも甘い。うん。さっきのめっちゃ辛かったもん。あれは辛すぎ。ありがとう。はい、収穫終わりました。ちょっとあと帰ってから動画また撮りたいと思いますが、今大根の勉強しました。大根がね、この前収穫した時辛かったんですよ。あの紅サンタとかサラダ、生食サラダ大根とかですね、本来は辛くないはずなんですけど、なんかね、土が硬い状態、その時とかそういう環境で育った大根が辛くなる。あと、若取りした時に辛い大根になるみたいなんですけど、まあどっちかというと多分ね、ここ土質硬いんで、多分それが理由なんじゃないかなと思いました。はい。ではどちらにせよ、あのキャベツを見ると、あのまあ自然栽培と有機栽培という違いで言うとですね、やっぱ自然栽培の方が、虫がね寄り付きにくいということがこれで分かったんで、徐々にね、自然栽培の方に、もしかしたら2号地の方もですね、有機栽培から、自然のの方に、まあ、若干ね、もう自然のの方に近寄ってるんですけど、その方向にやっていきたいなとちょっと思ってます。はい、じゃあ今日はここで、1号地から1号地の動画は終わりたいと思います。はい、じゃあ今から家帰ります。はい、ご視聴ありがとうございました。このね、デカズッキーニもちゃんとありましたよ。三崎キャベツ、これもね、遠く次第では売れ方が全然違いました。でオクラ、ナス、インゲン、ピーマン、オクラはねすぐ売れたんですけどね、ちょっと今回はね、直売所とマルシェ売れる商品がね、ちょっと違ったんで、戸惑いましたけど、なんとかね、セールストークで乗り切りました、今回は。辛い大根はね、ちょっと売れなかったですけど、最後野菜セットでね、最後買ってくれたおじいちゃんがいましたんで、助かりました。で、今回、6月26日の分は終わったんですけど、次回7月24日日曜日ですね、舞鶴公園の、三の丸広場、場所は同じとこですね。そこでまたマルシェ、あの畑から野菜いっぱい持ってきて販売しますので、もしよかったらお越しください。今度はね、先輩も来てくれるそうなんで、頑張りたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。バイビー。